こんにちは、丸山です。今回もですね、ちょっと映画から離れまして音楽の話したいなというところでして、先日ですね、突然4月末ぐらいなんですけど、クライム・ザ・マインドっていうねバンドの YouTube チャンネルが突然開設されまして、で X とかインスタとかね、各種 SNS がいきなり作られたんですよ。突然どうしたと思って、何が始まるのかなと思ったら、サブスクが解禁されたんですね。僕の中でね、サブスクやらないね2大バンドっていうことで、ロストエイジとクライム・ザ・マインド、この2つは絶対サブスクやんないんだろうなっていう認識だったんですけど、ついにサブスク解禁されたということで、やっとね紹介できるなと思いまして、今回はですねクライム・ザ・マインドの、徹底解説でございます。クライム・ザ・マインド、本当もっとね日本中の人に聞いてほしいバンドなので、本当ジャンルにとらわれずね聞いてほしいんで、今回やっと紹介しようかなというところでございます。で、流れとしましては、クライム・ザ・マインドがねどういう特徴を持ったバンドなのかっていうのを話しまして、で後半の方にこれまでの、アルバムごとの、歩みの流れっていうのを、話していこうかなと思っております。なんかね、思い出とか作品に対する思いとかね、コメント欄でもらえますと幸いでございます。はい、それじゃあやっていきましょう。はい、クライム・ザ・マインドはですね、1999年に愛知県の名古屋で結成された3ピースバンドとなっております。メンバーですね、歌とギター山内さんで、ベースが富田さん、ドラムが北野さんの、今はその3人という感じですね。でジャンルとしてはね、エモ、まあ、ポストハードコア、ポストロック、あとはマスロックみたいなところにくくられるとは思うんですけども、後期の方に入ってからは本当にジャンルにとらわれない、本当に素晴らしい音を出しています。なので歌詞も本当にいいので、本当に日本中の人に聞いてほしいなと思ってるところですね。でやっぱね、バンドアンサンブルっていうのが本当に唯一無二ですね。これ本当発明に近いなと思ってるんですよ、僕は。でさらにメロディアスで、もう本当に優しさがすごくにじみ出てる、歌詞になってます。で歌の歌い方というか、山内さんの歌もそうですね。で本当常に体温っていうものを感じる、バンドですね。ハンドメイドのなんか革細工だったり伝統工芸品みたいな、そういったね、職人芸みたいなね、体温っていうのをねめちゃくちゃ感じます。3ピースなんですけど、どの楽器もねすごく特徴的なんですよね。まずギターなんですけど、チキンピッキングっていうね弾き方、奏法がありまして、これをね、多用します。ピックで1弦弾くで、それと同時にこのピック持ってない指でもう一つ弦を弾く、この2本同時に弾くっていうのがざっくりとしたチキンピッキングの説明なんですけど、アコースティックギターを弾くような弾き方なんですけど、それをこのオルタナでやるっていうのがめちゃくちゃ面白いんですよね。でやっぱこの弾き方なんで結構温かみがあるアルペジオみたいなところが多くなってくる。でベースもめちゃくちゃ特徴的で、なんでしょう、まあ普通のベースの役割っていうと、まあ低音を支えるわけなんで、低いところの、まあルートというか、ベースとなる音っていうのを弾くことが多いと思うんですけど、このバンドだとねハイフレで弾きますね。めっちゃ高いところを弾いて、ほぼメロディー的なところはベースが担ってますね。めちゃくちゃ特徴的な、まあリフ、ベースでリフを弾いてるみたいな感じですね。まあブッチャーズもベースでアルペジオするっていう、またこれも発明だったと思うんですけど、それとはまたちょっと違った、ベースの奏法で、特徴的で、さらに発明でもあるなと思ったりする。で富田さん、そのムスタングベースを使ってるんですけど、ショートスケールつって普通のベースよりちょっと短いんですよね、このネックの部分が。なんで、ハイフレとか弾きやすいベースなんですよ。なんでもうそれ用で、使ってるって感じかなと思ったりしてます。でドラムですね、ドラムはねめちゃくちゃ力強い。エモの王道のおかずのパターンみたいなものがあるんですけど、それに忠実に乗っ取ってる、ドラマーだなという印象で、力強い、本当 US 直系のドラマーみたいな感じの印象であります。でまあ影響元としてはやっぱりそのキンセラ周りってのはあるのかなと思ったりしてますね。はい、ジョン・バークのこのアルペジオの感じ、妙なアルペジオ感っていうのはなんか受け継いでる感じ、受け継いでるのかなと思ったりしてて、まあ実際にジョン・バークが来日した時もクライム・ザ・マインドが、前座でね出たりしてたんでね、そういったところもあったりすると思うし、あと日本のバンドの影響はやっぱめちゃくちゃでかいなと思ってますね。特にイースタンニュース、
とブッチャーズ、ブラッドサースリーブッチャーズ、この2つはやっぱりでかいだろうなと思ってますね。まあ、初期とか特にめちゃくちゃいいスタンなんですけど、まあ、最近はかなりブッチャーズ の, あのギターの強音のぶっ壊れたギターの音みたいなのも入ってきたりしてるんで、歌詞の面でもすごく影響を受けてるなと思います。日本語の美しさでこう語っていくっていう歌詞っていうのも、そのイッセンスとブラッドサスティブッチャーズからの影響っていうのはあるなと思ったりしてます。歌ですね、山内さんの歌本当に丁寧なんですよね。一音一音一言一言をしっかり伝えようとしている意識がすごく伺えるようなボーカルです。この丁寧で優しい歌っていうのがこのバンドがエモであるっていうのを決定づけてるなと思います。懐かしい日本の情景っていうのがめちゃくちゃ出てくる、浮かんでくる歌詞ですね。で、歌詞カードのデザインも面白くて、縦書きなんですね。で、開業とかもう全然しなくて、で、鍵括弧が使われてたりとか、まあ、点とか丸もガンガン使われるし、実際に歌ってない部分っていうところも歌詞カードに載ってるし、あとは文章として成立するように、歌詞で実際には歌ってる順番と違うね、順番を入れ替えて歌詞カードに掲載されてたりするんで、小説見てるみたいな気持ちになりますね。で、本当にね、幼少期をねめちゃくちゃ思い出すんですよね、この歌詞。昭和からまあなんだろう、平成初期ぐらいの風景っていうのが、めちゃくちゃ浮かんでくるんですよね。まあもっと言うと昼から夕方ぐらいの、この景色っていうのがすごく浮かんでくるんですけど、本当に何気ない日常の風景がすごくよく見えるんですよね。そこをすごく切り取ってて、誰でも感情移入ねできる歌詞になってるなと思います。本当にこの日常ってこんなドラマチックになるんだなって、すごく思いましたね。あとはですね、なんか、僕の印象なんですけど、どことなく宮沢賢治っぽさをね感じるんですよね。まあ全体的にね、この優しい雰囲気があったりとか、チャンネル3っていうねアルバムがあるんですけど、この中でね、しめ様のね思いを語る、デスマッチっていう曲が入ってたりとか、メタボリックっていう曲があるんですけど、これもね肥満兄弟の歌だったり、オゾの曲で、壁の植物っていう曲があるんですけど、これも植物が噂話をしてるくだりがあったりして、設定がおかしいんだけどなんか泣けてくる話の内容っていうのが、宮沢賢治の妙なこのエモさのあるこの情景というか雰囲気に似てるなと思ったりしてます。音楽面以外のところで言いますとね、本当に謎が多いですね、このバンドは。謎が多いっていうか、なんでしょう、まあ SNS 全然やってないし、そのホームページ見ても1999年に名古屋で結成されました以外の情報がないんですよね。多分普通にみんな仕事してると思うんで、ライブもね全然やんないですね。本当に年に何回か、しかも名古屋でしかやんないみたいな時もあったりするんですよね。ガイタレが来日してくるぐらいのね感覚で東京でライブしたりするイメージなんで、本当に見る機会があまりない。で、このホゾってアルバムが、すごく有名になりすぎちゃって、プレ値がついてるんですよね、中古でも倍以上の値段で売ってたりするんで、本当に聞く機会があまりないというね。だから結構カルト的な人気のあるバンドになってて、かなり謎が多いですね。で、もうステージでの佇まいでなんとなく穏やかそうな人たちだなっていうのを伺うぐらいの情報しかない。インタビューもそんなに、公開されてないのでね、どういう人かあんまりわかんないんですけど、なんですけど、そのたまに出てくるインタビューを見ると、山内さん自身は結構売れたいらしいんですよね。意外と日本人がね全員聞いて、自分たちのバンドが何位になるのかっていうのを単純に知りたいっていうそうで、はい、なんですけど、その売れるために頑張る気は一切ないっていうね、売れたいけど承認欲求は全然ないっていうね、っていう感じでね、全体的にねすごい力が抜けてて、その抜け感がすごく憧れるというか、好きなところであります。じゃあここからアルバムごとにねちょっと話していこうと思うんですけど、最初はね2012年の、トンチンカンであります、はい、リリース順としてはちょっと前後しちゃうんですけど、これがね初期音源集になってるんで、これを最初に、話そうと思います。このね初期というか、まあ、中期ぐらいまではドラムが村松さんがやってまして、ドラムのスタイルがね結構今と違います。で、この頃の、音源はねインスタンユースの影響がねめちゃくちゃ伺いますね。結構ストレートな、まあポストハードコアの感じもあるんですけど、 US のね
グレイドっていうバンドがいるんですけど、そういったね、ちょっとテクニカルというか、マスロック的なね、キメ変拍子みたいなところも結構入ってたりする、音源になってます。でね、めちゃくちゃギター歪んでるんですよね、この時。はい、すごい勢いも疾走感もすごいあって、まあ、基本的にそういった曲が多いかなというところですね。まあ、そういったね、勢いがすごくあるんですけど、サブカルチャーエンジニアリングっていうね、曲が入ってまして、ここのイントロを聞くとね、今に繋がってくるなと思います。さっき言ったチキンピッキングというか、綺麗なアルペジオの、音から始まっていく。で、その後すごい強音になっていくんですけど、まあ、そういったところでね、今後のバンドの変化っていうものが結構伺えるね、一曲になってます。これのね、トヨタロックフェスの映像ですね。これがめちゃくちゃかっこいいんで、ぜひ見てほしいなと思ってます。で、次がね、2008年リリースのよく晴れた朝は地下を探索しに出かけようというアルバムになってます。で、このアルバムからね、結構今のクライムらしさっていうところをつかみ出したかなという印象ですね。あったかさがあるアルペジオのギターと、歌うようなベースで、この頃はね、めちゃくちゃ手数が多いドラムでしたね。すごいもう叩きまくるドラムでした。ドラムの手数の多さでポストロックらしさみたいなところがかなり入ってきたかなという印象ですね。で、まあ、かといって、まあ、初期の疾走感のある曲もあったりするし、もうすごい歪むギターっていうところもあったりする、まあ、初期の名残もあったりするんで、結構過渡期的なアルバムかなと思ってますね。アルペジオの曲がすごい増えた、静かな曲がかなり増えたので、作曲方法がね、結構変わってきたのかなっていう推測をしてまして、僕ね、アコギで曲作り始めたんじゃないかなって思うぐらいね、曲調というかギターの表現方法っていうのが変わってきたんですよね、このアルバム。その作曲が変わったことによってメロディーもね、メロディアスになって泣ける、すごい泣けるメロになってきたんじゃないかなっていう、推測してます。はい。で、まあ、歌詞の面で言いますと結構抽象的な表現が多くて、あとはその雨っていうキーワードがね、すごく出てきますね、このアルバムは。まあ、そういったところを考えると虚無感だったり喪失感っていうところを、歌ったところが多いのかなと思ってます。で、あとは給水塔の前で待っててっていう曲がね、 MV になってるんですけど、すごいなんか J ホラー風味がすごくて怖いんですよね、謎にこれも面白いミュージックビデオなんで、ぜひ見てほしいなと思ってます。データ見返したらね、全部音ノイズがすごい乗っちゃってまして、使い物にならなかったんで Day 2になります。はい。それじゃあね、こっから本題ですから、2010年リリースの保存になります。まあ、これはもうね、歴史的大傑作なんじゃないかなと思ってます。はい。すごいアルバムですね、これね。奇跡みたいなアルバムですね。まあ、歌詞の面でもね、この日本語の美しさみたいなところがね、かなりブラッシュアップされたなと思ってて、うん、だからその日本語ロックの集大成的な作品でもあるんじゃないかなと思えるぐらい、いいアルバムですね。今作はですね、全然ギターがね、歪まないんですよね。はい。前作はまだね、結構歪んだりするところあったんですけど、アルバムの表題曲のホゾっていう曲で、まあ若干歪むかなぐらいの感じで、基本的にクランチですね。ギターの音の艶出しをするためだけにちょっと歪ませてるぐらい、トンチン感に入ってるようなギターの歪んだ音っていうのはもうほぼほぼないですね。フォーキーというか、結構弾き語りっぽいアルペジオって言ったら結構なんでしょう、伝わりやすいかなと思うんですけど、まあそういった感じのね、優しいアルペジオですね。で、それでいてね、ドラムはね、ものすごい手数で相変わらず叩いてくるし、歌うようなベースラインっていうか、結構ハイフレットをね、弾くようなベースっていうところをより突き詰めたベースになってます。結構ぬくもりを感じるようなアンサンブルってところに呼応するようにね、歌詞自体も結構あったかい感じ、人のぬくもり、体温っていうものを感じる、これも素晴らしいですね。いや、本当にね、歌詞の完成度っていうのがね、えげつないです。すごいアルバムですね。クライムの代表曲でありますね、ベレー帽は飛ばされてから始まりますね。このもうこれのさ、一発目のアルペジオでね、もうめちゃくちゃ捕まれますよね。すごくいいですね、これね。ベレー帽のね、歌詞を見ていこうと思うんですけど、さよならは至近の隅っこで声だけ殺して泣いた。で、サビの部分とか、また今度来る時は大きな電車に乗ってこよう、錆びついた窓を開けて結んだ弁当をほどいて、そんなことを言っていたのにとかね。あとその後のAメロの優しい顔は目を閉じて今までの思いを静かに教えてくれているみたいだとかね、葬儀の場面なんだろうなっていうのがすごく浮かんでくる
歌詞だなと思いますね。これは告げの歌詞もねすごくいいですね。これそうそう、僕もバンドを始めたんだ、もう何年も遅れてしまったね、そこで僕は好きな曲ができたんだ、棺の中に入れておくねとかね、亡くなった人に、ね、話しかけるような歌詞っていうところでね、かなり泣けてくるなと思います。人に限らず、まあ今亡くなったものであったり場所っていうものを懐かしむ、思い出すような歌詞になってますね。本当に泣ける、名盤中の名盤です。ぜひ聴いてほしいですね、これは。であとね、スティフスラックの、YouTube チャンネルにあのホゾのなんか裏話的なところをね、シンカーさんがしてくれてる、そういう回がね、ありますんでね、よければこれも合わせてチェックしてほしいなと思ってます。はい、ちなみにね、ジャケットはですね、あの宮本から君へとかディストラクションベイビーズのね、マリコ哲也監督の処女作ですね、この作品がホゾっていうタイトルだそうで、はい、そっから撮ったらしいです。でジャケットもそのホゾから撮った、ワンシーンの写真を使ってるというところみたいですね。はい、でホゾはねもう今普通に見ることできない作品なんで、どうやって見たのっていうね、普通に生きててこの映画に出会うことないと思うんで、だから山内さんなんかね、アンテナすごい、やっぱりアンテナすごい張ってる人だなという感じですよね。で次がですね、2017年リリースのチャンネル3になります。ここからねドラムが北野さんに変わりまして、北野さんになってからね結構エモマナーというかね、エモだったりポストハードコアの結構王道な、ドラムパターンみたいなところを、ダイナミックに使ってくる感じのドラムであるなという印象ですね。だから結構印象変わりましたね、こっから。このアルバムはね、笑いながら泣きます。妙なテンション感なんだけどね、すっげえいいんですよ。これもこれまた名盤なんですけど、まあ、前作であったねもう発明的なアンサンブルっていうところも、まあ、もちろん残しながらね、めちゃくちゃ歪む曲も入ってたりね、またそういうね、ギターの音が復活したり、疾走感ある曲っていうのも、入ってたりしますね。疾走感ある曲なんだけど、まあ、前にあったようなポストハードコアっぽいノリではないですね、結構。はい、なんだろう、結構つんのめるような、なんかちょっとすっとぼけたビート感みたいなところもあったりして、これも面白いポイントでありますね。ポケットは90年代でいっぱいとかね、メタボリックとか、結構歪んだ曲が入ってる、ギターが歪んでる曲が入ってるんですけど、かなりねブッチャーズっぽいんですよね。ぶっ壊れたファズのギターの音ね、高音のね泣きのぶっ壊れギターみたいなところがあるんですけど、それをねそのまま引き継いで、そういう音を出してますね。すごく意外でしたね。なんかここに来てね、まあイースタンの影響はなんか見えてましたけど、2017年になってブッチャーズの影響みたいなところが、見えてきたなという感じでございましたね。このアルバム出る前にあのブッチャーズのコンピですね、あれにクライムも参加してまして、襟が揺れてるですね、ブッチャーズとはみたいなところっていうのを、そのカバーするにあたって考えたんじゃないかなと、推測してますっていうのを経て、こういったその強音の、泣きのギターっていうのが、入ってきたのかなみたいな、そういう経過が伺えるというか、はい、そういうのを思ったりしましたね。で今作の歌詞ね、めちゃくちゃ笑えるんですけど、設定がおかしいんですよね。輝け自販機っていう曲ね、これも単純に自販機を応援してる曲になってたりとかね、足部っていう曲だともうダジャレです、基本。さっき言ったねメタボリックだと肥満兄弟っていうのが出てきて、肥満兄弟の仲睦まじい感じ、もうありながら泣けるっていうね、すごい設定が面白いけど、その状況描写みたいなところがめちゃくちゃ細かいんですよね。はい、なんで感情移入しちゃって泣けるっていうね、ある種挑戦だなと思うような歌詞であります。デスマッチっていうね曲が面白いんで、ちょっと歌詞をね見ていこうと思うんですけど、出だしがね、かく言う私はしめさばでしたですよ。我が輩は猫であるバリの出だしっていう感じのつかみで始まりますと、どうやってこのお皿の上に来たのかっていうね、ところがあったり、なんか味噌煮に憧れてるやつがいたりね、味噌煮に憧れてるやつはかっこいいんだなっていうところがあったりして、でサビのところでね、あなたの嬉しそうな横顔が見えました、私が生まれてきたのはこの一瞬のためだけです、そしてあなたの胃の中で消えました、切なさがすごいある、なんかなくなっちゃうっていうね、あなたに美味しく食べられるためだけにここに来てる、でそれが達成されて、なくなっちゃうんだけども幸せだっていうね、この歌詞の内容がなんか、自分は何のために生まれてきて
で、なんで今生きてんだろうなっていうのをなんかちょっと考えちゃうんですよね、この歌詞。笑っちゃうんだけども泣けるし、考えるところもあるっていう、よくわからん次元まで行ってる歌詞ですね。これすごいなと思います。はい。で、なんでこんな、なんかすっとぼけた世界観になったのかってところなんですけど、なんかね、ホゾ、前作のホゾをリリースした後ですね、ライブやるとね、最前列で泣くお客さんがね、出てきたと。で、そこでなんかふざけたくなっちゃったらしくて、で、それで今のデスマッチっていう曲ができましたという感じで、で、それをライブでやるんですけど、それでも泣く人がいるというところで、じゃあどこまでふざけられんのかなっていうね、そこを試したのがこのチャンネル3っていうねアルバムだったそうです。はい。結局やっぱね、情景描写がめちゃめちゃ細かいからね、泣いちゃいますね、やっぱり。はい。次はですね、2020年リリースのつぼみでございます。はい。これはですね、サブスクで聴けるアルバムになってます。今作は本当にね、成熟したアンサンブルだなという感じですね。で、さらにね、結構ダイナミックな展開っていうものが増えたなという印象です。クリーンというか、結構静かめなトーンのところから、爆音になるみたいなね、静と動のね、まあある種グランジ的な、この展開っていうのが増えたなというところ。でも、テンポ自体はかなりね、ミドルテンポというか結構抑えめなスピード感の、アルバムになってますっていうところで、成熟してるなというね、印象がある一枚ですね。で、今作はね、儚さっていうものがね、テーマとしてあるアルバムなのかなと思ったりしてます。まあ、つぼみっていうタイトルにもありますけど、種だったり花束っていうフレーズがね、結構いろんなところに出てくる。植物関連のこのワードっていうものがね、すごく出てくるんですよ。植物って結構季節が変わっていくたんびにこう花が咲いて散って、つぼみがまたこう出てきて、またその咲いて散っての繰り返しを、こう繰り返していくという感じで、まあ、花が咲いてすぐ散るこの儚さっていうのが、結構随所に見れるなと思ったりします。で、まあ、ヒューマンビーンって曲はね、まあ、ビーン、ヒューマンビーングじゃなくてヒューマンビーンってところも、そのつぼみというか植物にかかってるなというところですよね。はい。で、さらに歌詞の内容を見ても、子育てっていうものをこの植物をこう育てるっていうね、ものに例えた内容の歌詞になってますし、この幼少期にしかないこの子供のね、成長を一緒に感じるっていうこの儚さ、この一瞬だけしかない儚さみたいなところも、含まれてるなと思ったりしますね。あとはアーチをくぐればか、はい、これもね、おそらく、結婚式のね、曲かなと思ったりしてますね。父親目線の結婚式の歌詞っていうところがあったり、あとペーパームーンっていう曲ですね。ペーパームーンっていうのは昔海外でね、そういうハリボテの月があって、そこで写真を撮るっていうのが結構流行ってたらしいんですよ。なんか洋楽の歌詞でペーパームーンっていう歌詞が使われると、儚いものっていうね、意味を込められて、ペーパームーンっていう言葉が使われるそうで、そういうところも考えるとやっぱね、儚さっていうのが今作のテーマなのかなと思ったりしています。あとね、歩みっていう曲ですね。これはまさになんですけど、でもいいのよ、ほんの一瞬でも輝けたもの、これからは雲の隙間から見てるからねっていうね、歌詞があったりして、人生のね、中にある、一瞬だけ輝ける瞬間、人生の中で一番輝けたあの瞬間っていうものを、切り取ったアルバムかなと思ったりしてますね。これ本当に優しいアルバムだなと思います。素晴らしい一枚ですね。という感じで、クライムザマインドのアルバム、ざっとですけども現在まで、振り返ってみました。サブスクの方でつぼみが聞けますんで、まずこれを聞いてもらって、あと YouTube チャンネルですね、クライムの YouTube チャンネルの方でもこの前またライブ映像2本上がってたんで、これもぜひ見てほしいなと思います。はい、っていう感じですね。まあ本当結構プレネがついちゃったりしてるんで、買うタイミング難しいと思うんですけど、本当見つけたらマジで即買いですね。特にホゾは本当に一家に一枚、最高のアルバムです。ぜひ買ってほしいと思いますね。よければ高評価、チャンネル登録、コメントの方もお待ちしております。概要欄にね、いろいろ貼ってありますんで、よければそっちもチェックお願いいたします。それじゃあまた。